今日は変化の割合ををやるよポイントは一つだけ言葉を覚えて変化の割合とは y=x+b a プラスにおいてうん x の増加量分の y の増加量つまり a になること難しく見えるかもしれないけど変化の割合って何かって言ったら一言で言うと, a のこ,とこれだけ覚えとけば大丈夫だよ。じゃあ問題見ていこう。 じゃあ例題ね一次関数 y イコール 2x プラス3で x の値が1から4まで増加したとき1から3の値を求めよう見ていくと1 x の増加量まずここでみんなが見慣れない言葉あるね。増加量ってあるんだけどこれ何かわかるかなこれはね漢字の通り増加した量のことね x が増加した量だから問題文を読むと x の値が 1>, 1から4まで増加、うん、1から4まで増えたって言ってるから増加した量は4から1を引いて3増えましたと。うん x、の増加量は3これが答えになるよ。同じように丸の2、y、の増加量、y、が増えた量は問題文に、y、のことは書いてないけど、y、は 2+3 って書いてあるね。 これをヒントに考えると x が1から4増えたとき y はどうなるまず x イコール1のとき出発点から考えると x イコール1のときには y イコール 2x プラス3になってるからうん、2かける1は2で3を足して5 x イコール1のときには y イコール5になるさらに x イコール4に増えたらどうだろうか x=4 の時 y は同じように 2x+3 三なってるから2かける4は 8+3 で11年、ね、つまり x が1の時には y っていうのは5になってる x が4の時には y っていうのは11になってる。で y の増加量 y がどれだけ増えたかは5から11まで増えたわけだから増えた量は 十一引く五で六年。y の増加量は六。じゃあ三番いくよ。三番は変化の割合出てきたよ。大事な言葉、変化の割合。変化の割合ってなんだっけ。ポイント振り返ろう。変化の割合っていうのは x の増加量分の y の増加量。x の増加量分の y の増加量で、最終的には a と一緒になる。 これを押さえた上で見ていくと変化の割合っていうのは言葉で書くと、x、の増加量分の y の増加量ね y の増加量。で丸二を考えると x の増加量も y の増加量も出てるよね。の増加量っていうのは3だった。それから のの増加量っていうのは、うん、6だっただから3分の6で答えは2になる。で見てみようこれ a と同じかな y=ax+b イコール a x プラス、B、でいう a と同じか見てみると y=2x+3 イコール x プラス3やっぱり a になる。覚えておこう変化の割合っていうのは x の増加量分の y の増加量だけど1次関数 y=ax+b イコール a x プラス、B、では a と一緒になる。 で一定ではずっと二のまんま、これをしっかり押さえた上で練習問題もいっていこう。じゃあ練習ね。一次関数 y 等マイナス 4x プラス1の変化の割合を求めよう。出たよ。変化の割合を求める問題。ポイントなんだった？変化の割合っていうのは x の増加量分の y の増加量で、最終的には一定で a になる。 だったら x の増加量 y の増加量わかんないけど a はわかるよねマイナス四ってついてるだから一瞬で答えはマイナスの四。これでおしまい今日のポイントね変化の割合は y イコール ax プラス b の a のことこれだけ覚えておけば大丈夫だよ